渋滞してると思ったら木が根こそぎ倒れて、全部や。え？なんで？何が起こったの？なんでこんなに薙ぎ倒されてるの？何が起こったんですかこれは？え、その突風吹いた前。え？うちの家は無事なんでしょう。ほらほらほら。全部倒れてる。なんかいっぱい木が倒れてます。根こそぎ倒れてます。なぜ？渋滞です。こっちも高いところ。え？そんな高いだ？タマンデサだけに台風が来たような感じです。タマンデサ竜巻？え？これなんか石転がってるやん。石。え？あそこ電信柱も倒れてる。この家の前の人たち大変です。え？何が起こったんですか？いやだってほら道路も変わらない。割れてます。竜巻起こったんや。竜巻じゃない？うん、竜巻ちゃう。看板全部ぶつけとる。うん、全部軒並み倒れてる。え、うちの家のボートとかは大丈夫でしょうか？河原とか大丈夫かな。電信橋だから。なんてこと。わあ、オーマイガーですね。わあ。うちの家。坂本先生とかインターネットでこれが原因ちゃうの？いや、これはずっと前から。あ、ほら、ばっくり折れてます。インターネットはどんなの言ってますか？いや、ずっと前から。テーブルとか全部使うから。あら、学校の中に、ほら学校の中、これ偉くなって、うわ学校潰れてる。学校潰れてる。何が、あ、これ家入れてきたかったな。うわ、決定的瞬間見たかった。家の中にいても決定的瞬間は見れないと思う。音がここ、いや、学校大変です。うわ、竜巻や信号機がぶっ飛ばされております。私たちが出かけていた2時間ちょっとの間に、うわ家の前の道見てくれ。うわ、通れません。じゃあこっち、中も通れません。通れません。車下敷きになってます。うわ、違うゲートから入ります。これ挟みとこう。うわ、おかわりさんが出ております。中は大丈夫だな。外、あ、それはバナナ。この辺の家は何が出てきてるの？
だってでかい木はないじゃん。走ろうも走れません。大変、塀が崩れてます。オーマイガーです。あー、危ない危ない危ない。大変渋滞が起きています。じゃあまだ開けてごらん。危ない危ない。この家大変や。と言ってもしょうがない、こっちがいい、しょうがない。うわ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 っていうことは、うちの電線とか全部やられちゃったってこと。たまんでた、インターネットつながらないかも。危ない。なんかガシャンガシャンって音がしてます。うわ、怖い。残したかったこの瞬間、すごいことになってた。うわ。地の先まで行ってみる。でさ、どうよ。根っこから倒れてます。どうしよう、私のフォード号の上に電信柱が倒れている。ちょっと心配だから一旦お家に帰る。夜走れない。局地的なんだ。今局地にそこだけ。チャイニーズニューイヤー用の、のぼり、でも全部すごい風やった。
全部ビリビリに裂けております。果物屋とか崩壊しております。ほら、あ、ほらフェーバーハイツの前のところでなんか消防車が来ております。果物屋崩壊してるよ。これほら、これを見てやられたよ。ほらやられてる。あ、危ない危ない。あ、この車ボコボコにされております。果物屋さん崩壊してるよ。崩壊し、あ、お前がいつも来る屋台の近くのここは公園を抜く。あ、これ電線とか本当ダメだね。うちの家電気つくんでしょうか。うわぁ、とんでもない。うっ、焼肉屋さん飛んでたし。焼肉屋さんはレンガでできてるから大丈夫だと。何でこの小豚に言うんだろう。果物屋さんはテントだったからいつもドリアンを食べていた果物屋のおいちゃんのところはボロボロです。